いや、負けれれ弱いって、まあどうも、残ったケレレです。まあ、本日はですね、このトレンドでホヤホヤの負けれれを調理していきたいと思うんですけども、なんかこの負けれれの塩化がね、どうやらね、巷ではね、あれれーってなってるらしいんですよ。そう、負けれれーみたいな、おかしいぞ、みたいになってるらしいですね。まあ、弱くねみたいな噂がね、後を絶たないわけですよ。まあ、これね、嘘なんですよね。うん。ネットは、嘘と見抜ける人じゃないと、使うのは難しいですよね。感想なんですよね。あなたの。いや、アナルド。だからね、能力値を見てくれ。圧倒的なパス能力ありまして、さらにこれ、スピード、瞬発も機動力もあって、フィジコも8当たるけど、しかもこのボディコンからアグレッシブに関しては、もう完全に完定。問題はそこ。もうほかげみたいな感じだな。初代強すぎる問題ね。どうやら世論はカンテの方が強いから、こいつを出るわけなくねみたいな感じで言うのらしいんですよ。もう敗北者らしいよ、こいつ生まれながらにして。もうはぁはぁ言っちゃってんのよ。俺思うよな。なことあるみたいな。だってもう言うたらカンテアイコニックの姿みたいな感じやろ。強いやろ、こっちの方が。でも MV のアイコニックモメントの関係性見てくれ。あれ東京タワー対スカイ、あーでも俺東京タワーの方が好きや。やべ。その東京タワーのスカイツリーみたいな、もう圧倒的にアイコニックモメントの方が強いやん。しかもそもそも負けれの方が身長6センチ高くて、フィジコもあるやぞ。強くない？まあ、確かにな、ドリブルが77で、ちょっとなんかジョイマンみたいになっとって、もう決定力ゴールキーパーやけど、ボール取ってパス出せたらもう十分やろ、こいつの仕事。だから不要な部分を削って、もうより尖った形にしたから、もう強いやん、それ。さらに言うならコンディションアンテナに関してはもう対象やからな。もう B 固定8のもう33対4。あとはちょっとスルーパスなかったりチェイシングなかったりするけど、まあワンパダブダありゃまあ十分じゃろって。というわけで今回はこの論争に決着をつけるかごとく2人の勝手、いや2人の負けれれを用意しました。ここにまあこれではどちらも使っても使用感が悪かった方をパクリとさせていただきます。はい、というわけで勝手負けれれ頂上戦争開始。まあポイントはね、まあ俺が勝つかどうかっていうよりは、負けられとカンテの戦い、これをしっかり守ることやから、まあ全力集中全力攻撃やって、強い！これ攻撃を消すためにどっちもディフェンシブミッドフィルダーやってみよう。多分ね、相当ボコられると思うから。プレイスタイル若干違うかもしれませんが、まあそれは不問とする。今のところ総合値はプラス4。負け若干ちょっとリード状態ということで、試合どうなっていくんでしょうか。うん、調子がいい。はい、ということで相手は3トップね。オッケーオッケーオッケー。よし、中盤のメンバーがどのように頑張れるか、見物じゃ。動かしとる時の感じが知りたいな。負けられます、ボール持って。あー、でも全然動かしてる感じ。今パッてやってみたけど、そんな変わらんかも、カンテと別に。一回カンテ流すか。で、カンテのドリブルしてみよう。カンテは、まあ、同じ感じやな。別に変わらんの、言うて。ドリブル数値結構違うから、そこらなんか差出るかなと思ったけど、あんまり出んかった。で、マリティから、まあ落とすか。落としてカンテから、負けれれ使って、応援戦行くけど上がってきた。ここから、パスも出せるやんけ。おい、負けれれが、足元ない。で、あるある先生、いけるいける。ロナ、うっちゃり、よーい、いけるやん、全然。マジで、カンテみたいな、カンテいいインターセプトだな。今のディフェンス出たら、でもそれはね、負けれもできるからね、クリゼツからこっちサイドでワンパンやってみよう。パスうまい。普通にいける感じで。通れ絶対！ここは俺が負けれを使ってからこっちでボールダッシュを体験させてやるか。ボートマンでござる、これに関しては。ボートマン！ええか、止める。これちょっとね、カーソル動かしながらね、ここでお願いします。負けれれの、ダブル席行くやん。ほら見ろよ、これ負け強くね、ガチで。いや、めちゃくちゃいい感じや、ガッツリハードブレス構わせる通り。いや、たまには強いし、まあ、フィジコンがどうこうじゃなかったら、なんかフィジコン使ってなんか競り合いで取ったみたいな、そういう展開見たいですね。負けられ、いけるか、これ。ハードプレスやらせて、カンテやってんね。カンテはカンテでしっかり仕事してね、誰もついます。ここでトーレスから、一回負けれれまで落として、そう、この動きいいやろ。で、パス出すやん。トーレス、クリオネよくない？いけ、あー、変なパス出した。ロナウド、あー、高く来るかな。カンテが変なプレスかましてる、ロナウド、やばい、スピード速い。縦を見ろ、パス出せ、トーレスから、一回負けれ、いいところ。で、ボール、持って、で、ドリブル少ないけど、フィジカルとボールキープでかわ。いやいや、機動力。いや、強いって全然。ちょ、待て。絶対見ない、ヤプ。いや、強いよ、普通に負けれる勝ちね。これ、サイドやろ？手を入れ。頼みます。いけ。ほら、パス出るやん、ちゃんと。いや、パスできない、ドリブルなくても。で、例えばこれも出して、トーレスから。はい、ここ、クイズスキャ。向いちゃう構え。いやー、きちい。だが、しかし、攻撃ができてる。ロナウドボール拾って、玉拾いぐらいしてよ。なんでから、サラー来る。あー、感じ取れるか。あー、後ろから食っとくだけ。これ、負けだったら取れたんかもしれんな、とか思いながら前半が終わっていく。おい、待て。勝ちれれやん。めちゃめちゃええやん。で、ドリブル使えなかったけど、やっぱスピードあるから、スピードカバーできとら。いや、普通に俺の中で多分安定した鑑定みたいな感じになってきたけど、なんか初期鑑定みたいなハードプレス鑑定おったやん。あれみたいな感じ。ただやっぱフィジカルコンタクトが物言う場面が今のところないから、まあ、そこやな。まあ、ポジショニングが悪くないな。ここでボールね、インターセプトできたら最高なんやけど、ベキール使いましょう、さすがにね。これは鑑定やら使っとったらやられる。縦パス切りまーす。ベキールによって、切れた。ナイス。くると笑って、リディガー突っ込んでくれ、勝てない勝て負けられない、危ねえ。知らん間にカンテで負けるポジション変わった。まずい絶対やばい、助かれ俺、ちょっと、あ、やっぱり死んだ。あ、生きてた、すごい。
本最高最高。なんで俺ダイレクトプレイかましてるの、未だにわからん。いやー甘かった。そのさらに向こう側プルスルートなんだ俺は。マルディーニからこれ一回負けれるやね。負けれるからワンパン。よ、いける。パスが遅くない。ちゃんと届く。あれあのパス届くやばくね。で、ここからセオリカ一回サーギエって負けれかったと思います。いや、そっちちゃうな。あ、どうだかいや。どいや、そっちちゃうな。いかいか。そっちちゃうな。レベル起こしてる。ここからクリオが、あ、来た。フェルトレ。フェルトレって何いや、心配した。なんかボイトレみたいになっちゃった。一回戻って。あー、これ、マークエレレもカンテもいない世界線に来てしまいましたね、これ。まずいですね。ルディガー、手を得る。届かぬ。ロナウドから、サイド、フェキール。1点取りで、とりあえず、カンテ使っちゃう久々に。でもやっぱ、まあ、でも軽いのはカン、いや、でも変わらんな。言うて、マジわからんかもしれん。いいか、中入れて、ロナウドがヘッド。なんや、今のしゃがみ。いらんかった。負けれる、いいボールだし。で、ここから、手を得る。はい。で、前向いて。友達、もう一回。よいしょ、いける、ファール、いやー強いなんでこれファールになるか分かる。俺の負けれれ、マリーシャ持ってるから。出た、ついに。皆さん、負けれれのスキル追加はマリーシャしてください。てか、ダブルタッチ、今の感覚で2回挟めるのでかくね。マジでいいぞ。ってことで、ちょっとゲート決めよう。はい。あ、いけるな、これな。お前ならお前ならよ、テレ頭つこえ、くっそ、これお前、おちんちんなれない、これじゃ。かで、ひゃっ、いや、お前、それ負けだったらいけた。戻れ、戻れ、負けで使ってくれ。なんとかしてボールダッシュしていきたい。いけるか、フィジカルコンタクトぶつけてから、どうぞ、セレアで勝ってみんか、これ。いける、負ける、お前だ。カンナバルが取っちゃった。プレジーしてみよう。これ取れたら神やんな。厳しい。波だった。余裕でさらのコントロールカーブ飛んできた。今のに関しては敗北者と言わざるを得ない。トゥエル、飛ばす。負けで使え、ここでセレアカード、やれ、負け、負け、完膚なき負け、危ない。マルディーニ、はい、んかね。え、こっち。フェキル。え、こっち。で、ここから、見られてるが関係ない。負けで、ここで。素晴らしいですね。機動力ありますから。ああいうぐらい判定すぐできるからね。で、フェルナンド・トーレス。あークリロナ、キープ、痛い、噛んできた、うぜえ。バラバラ湧いてきやがって、お前、噛んで二人もいらんじゃん、ピッチに。お前、人数多すぎる、人口密度行くぞ、東京みたいになってる。ボタン、ようだった。クリロナ、これ、フェキルか。いったか、いやだ、あ、ダブルと思ってないんだ。ミスった。一瞬、ロナウドやったー。いや、今シーズンもフェキールのシーズンのことでいいですか。やったぜー。でも負けるも勝っても、こう続けがたい。さあ、どれで、白熱の第一ラウンド。結果は、ドゥルル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 いや、普通だから、カンテの劣っていると言われている、このオフェンス面のところ、全然問題なかったよ。ドリブル一気に持つな、バインバインみたいなのがあったら、ちっちゃいヤンコレみたいになるかと思ったら、全然、ほぼカンテやし。ダブルタッチもぐちゃぐちゃになるかと思ったら、めちゃくちゃ切れよかったしな。何ドリブル通知裏返ったこれもしかして。ってなってきた後はさ、コンボが高くてフィジコンあって身長6センチ高いカンテやろ。強いやん、こいつの方が。ええやん。もうこれ PS ないからさ、中盤が天気ベルコンなんてほぼないし、決定力なんて合ってないようなもんやん、こんな。ピッチャーでいうバッティング能力みたいなもんやろ。そんな。必要ない。で、俺ちょっとなんか、思いついたけど、これさ、選手名消したら、マジどっちがどっちか分からん説あるよな。マジ分からなかったもん、さっき。あの、中間管理職、利根川の黒服みたいなの撮ったから、もう名前なかったらもうどうしようもないみたいな感じだっただけ。ちょ、名前消してみるわ。というわけでですね、カンテ負けで頂上決戦プラスカンテ負けで、選手名なくしたらどっちがどっちか分かんなくなる説、同時検証していきたいと思います。まあ、どっちか分からない説はおまけみたいな感じかな。それで引き続きメインは最強決定戦の方でやっていきたいと思います。レーティング1245。いいじゃねえか。今回はどっちもセントラルミッドフィルダーで前かかりな感じでプレイしていただこうじゃないか。完全に相手を舐め切っている。負けそうだ。負けフラグがビンビン立ってやがるぜ。行くぞ、うれい。相手が4312。あ、ビルツか。ちょ、これ両センターバック後ろに立たせてからセコンドみたいでしょ、これ。いいな、これ。さあ、というわけで、戦いは激化していくぞ。でも左か右かでなんとなく分かっちゃうけど、たまになんかその負けが右来たり、カンテが左行ったりするから、まあそこでなんかいい感じでぐちゃぐちゃ。うわ違和感あんね完全に新しい機械が始まってる。これ誰、これロナウドやんな、これな。あ、結構わからんわ。これカンテ。あ、でもわかるか。さすがに場所で。あー、これ負けれるだね。わかっちゃうね、これね。企画通った。よかった。これメインでやんなくてよかった。負けれ、通れるのか。これはだぞ。いや、このフィジカルのセリアやらんとな。これカンテ行かせて、負けれがうねうねすることによってボールを取れると。で、ネドベドを巻いて、中いいカンテだ、これに関しては。素晴らしい。で、はい、ここ。で、はい、ここ。もう名前わからんから、はい、ここって言っちゃう。いや、それ逆に、いや、体ぶつけられた。いやー、うるせえ次ライブアプリーだろ。ここはちょっとカンテが頑張って、これカンテか、これ負けりゃがどっちや、これカンテか、さすがに負けりゃこっちやんな。ちょっと分からんわ、結構いか、分からん時だ、分からん時ある。王者の空気読めるな、みんなでボール回して遊べる。ナイス、ビエ、あ、ビエじゃない、間違えた。上の名前で呼ぶくせ完全に定着してるわ。ロナウドいけるか、ナイスディフェンス。カンテの負けりゃロナウド最強は、やはりここで負けれれ使って立てます。出せるね。あ、際どいなんか当たっちゃうから、通るから。よいしょー、ロナウド気持ちいいか。いいホームルール、二度抜きやめてほしいわ。これ前行っちゃって、折り返しシュートだ。どこにざけんな、何やろ、正気みたいなシュート。スケベかますな、お前、上原
前がクソったれ。ナイス、これ鑑定拾って、一回縦入れたいな。で、そっから、まずボール、お、うまい、いっちゃってるよ。ありがとうございます。これは助かるな。で、一回落として、負けを増やせます。うまいのでは、なあ、頭かつけられた。しんどいぞ、こいつ。行け、止め。なあ、厳しいか。はい、動画、手割れる。突っ込め。無理か。縦くるんかい。なんか怖い。いやらしい、これ。危ない、取って。なんでセーフティー、なんだその一塁審判みたいな、見逃すな。取れよ、お前。キーパーぞ。やばい、終わったか。誰がボール持ってる、あそこだ。いけ、これ勝ったら負けねえから分からんけど、ボール取ったらそいつが勝ち。いけ、ちょ、取れない、これどっちだ、分かんねえ。分かんねえ、どっちがミスったら今、最低不可能。回収できんか。これ、カンテが拾えぬ。これ、カンテ悪いな、ちょっとな。え、負けれるか、でかくね、これ。どっちだ、これ。わかん、え、カンテやんの、え、縦パス、あ、わかんない。もうダメだ、これ。どっちかわからない説やったら、最強決定戦が終わったんやけど。どっちこれ。いや、ちょっと面倒な企画を持ち込んでしまったんですけれども。まあ、でも負けれる。ええー、な、普通に。やっぱな。こっちも前から言っとるから、さすがに負けてらんねえってことで、一撃負けれる。いけたね、あ、すごい。応援戦が、これ70勝しかない人間の動きじゃない。ダブルタッチできんか。ちゃんとしっかり抗った結果、前ボールしてくれる。ここ投げて、はい、下げて。で、え、これ誰、手を得るか、手を得るか、一回戻そう、戻して、はい、高い位置、カンテが、え、これカンテか、どっちだ、え、でかくね、え、待って、あっちがカンテ、ちょ、どっちが、あれ、上がったの、どっち、これ何、これどっち、これ、え、これ右カンテやな、前ガンガン行くって、あれ、負けれんやん、多分な、俺、ハードプレスって感じするもんね、前向けず、サイド使って、流れていくか、スピード使って、いや、キックいいでしょ、抜いて、あ、抜かれた、気持ちいい、あ、わかった、苦痛でわかるわ、こっちがカンテや、で、こっち負けれんや、で、これで、中入れから、いや、もう一回パスパス、このカンテ負けれんの、二人とも、協力すれば最も最強、間違いないパス効果で、サイド使って負けれれ、経由負けれれ負けれれがなんで負けれ無視してる、キーチャーちょれやー、くそー。で、このカンテと思われる方にパスを出そう、一回カンテ、おそらくカンテから、おそらく負けれれ、なんだ、ちょ、負けれれ無視すぎじゃない、ちょっと巻かれてる、負けれれって、そっち下げろ、やばい、これ間に合うか、いや、マリア、ボットマンだろ、ボットマンダメだ。ここでフィジカルドーン、いや、仲間同士でぶつかってる。やばい、あいつジャッキーちゃん、これ。いや、え、ファールもしかして。危ねえ、怖かった。ちょっと攻めれとるんやけど、ちょっとゴールが取れてないからな。でもこっちも無失点なんで、それ、これはちょっと1点取ってから、まずこの勝負制したい。いい上がりだ、これ。これ、あれやんな。負けれやんな。負け、前向けるか。いや、きつい。でもこの後、早い、素晴らしい。ボール出してなったら、もうこいつの横に出るもんおらんかな。で、立って出して、ロナウドから、はい、あいた、フェッキー。もう一丁、あー、チクショー、ナルド連弾が、いける、ねえ、よし、で、カンテが、いい機動力、カンテもいい、負けれもいい、どっちもいいで、よくねえか、これ。サイドから、キクイド。で、もう一回、負けれ使って、ここにパス、このまま向いて、神強い、オッケー、これラストね。負けれでボール持って、パス出して、で、この後に、下げる。オールド、いける、よっしゃー、ぶれー勝ちましたー、最後の最後で決めてやろう、こういうと舐めんなよ、言うてレート1500いってない、気持ちいいぞ、やってこない、これ結果出たか、勝者負けれれ、でも普通に勝ってやもん、マジで。ちょっと身長高くてフィジカル込んだことある。コンアーチでライブアップで B 固定の。だからもうこいつらの争いというところに関してはもう完結した。ここからはディフェンシブミッドリーダー、センタルミッドリーダーでお互い協力して、この試合を勝っていきたいと思う。いいぞ、今日も元気にビッピ勝ちってことで、なにこれ、なにあいつ、なにグラップラーパキで降りそうなやつおったけど、あれ、なにあいつ、怖っ。でもね、どんなやつがこういうと関係ない、こちら、マクケニー、あー、間違えた、マケレレとカカ、あ、カカじゃない、カンテがいるからね、めちゃめちゃ間違えた。全問不正解。完全なるエフラン。ザーなんや、これ、通常の。めちゃめちゃこっとりや、まあいいか。そんな前、こだわりも大事かもしれないが、大事なのは強さだぜ、クージャスキー。お、あかん、危ない、これ一回負けれるボール渡しといて、いや、うまいよね。ただ、ボールが足元収まってから出すまで、これが開いて、ソロですね、僕としては。カンテからクリロ。いやー、無理だよね。こんなのね、厳しいよな。ごめんな。マイボールなので、ルディガーから逆行って、危ない、ボットマンから立って、で、ここで、で使う、今回はな、負けれもいいんですけど、でも負けれ結構いい感じ上がってくれるの、マジで。ロナウドからここ、トーレス、一回負けれ落として、あ、トーレいっちゃった。負け、あれ、いない、ちょ、負け、なんで言うたらやらなくなるんや。あいつよう上がってくるよな、とか言ったら、もうじゃあやめようかな、みたいな。B 型か、あいつ。え、くじですけ、ちょっと俺と一緒。カノナイス、いいですね。レアルバウチョ強いんじゃ、これもしかして。カンテから立って、で、ロナウド、ひょーい、トーレス、自分じゃなきゃ、ここでカチャカチャしたかった。てか、一回よかったね、今の。ザハが前向、マーケレレのポジショニング。で、上がっちゃうか、こいつ。ダブル、ごめん、間違えた。ビエル見なかった。ごめん、親指の先っちょから、爪垢みたいにビエル出てきた。焦ったみたい、カンナバル、これ落とそう。これ一回変えて、マーケレレから、高市。おい。で、手を入れる。これもいける。はい。で、クレスキー。はい。
あー、マキレレ使いたかったな、今。実は。いや、ちょっとなんか、でも、マキレレを使いたいになっちゃってるから、ちょっと、これ一回やめよう。勝つためにやっていこう。全力を尽くそう。まずは、これ、お前こんな無理だろ。今、いいところやっとる。強い新しいコーナー変えてしまった。完全にアナルルート。あれ、結構入るじゃん、もしかして。マクケリ、あ、マケリ、マクケリのマケリ難しいな。クが邪魔してる、クが。で、ここで、行かない。マケリが突っ込んでみるか。なんですか、これは。マケリの圧にやられた、こいつ、覇王色持ちと見た。いや、いいですね。ここも小回り利かかったらやばいけど、それもないと。で、立てます。うまいな。アウトスピンキックおしゃれ。カンカーン！あ、うまい！これはすごい！この歌最高だ！ロード、おりゃー強っ！もうバカ！もう決定力ないの辛い！あ、よっしゃ、拾えた！ラッキー、下げて、手を得る。あ、負けられるんだ、これ。無理か。マルディに、落として、立って、クルゼスキー。あ、もう一回戻そう。もう一回戻して、クルゼスキーから、負けられる！もう帰る！あかんてや、これ！間違えた！な、これ麦茶だ、これ、みたいな。間違えちゃった、これ。クルゼスキーからサイドで、マルディに、立っていけな。で、あ、これ行こう。これもう行こう。無理、もう無理か。そこでよかったな。完全にミスっちまいましたね。あ、ディフェンシブミッドフィールダーから下がっとんか。あなたにセントラルミッドフィールダーしよう。上がってきた方がおもろいわ。めっちゃ噛んだ。負けれれ。無理。リュディガー胸。リュディガー強です、これが。というわけで、負けれれを前線に上げていきたいと思うんやけど、ってなってくるとな、やっぱりその負けれれが上がってくるのを待てるような、しっかりボールキープして、なんかパスを出せるような、そういう人間がね、追ってくるとダメだよな。でも、ホーランドもトーレスも、それ向いてないんよな。いや、こんな時に、しっかり高い位置でボールキープして、負けれれを生かせるような、そんなセンターフォード、いねえかなー！レグレー！おい、負けれー！その頃、まだ！森エンテス！昨日の敵は今日の友、俺をめちゃめちゃ追い込んだ森エンテスが、ここに協力体制を取ってくれるらしい。こいつボール当てて、ワンツーかまして、そこになんかその負けれがスルーパス出しちゃうみたいな、そんな感じで攻めていきたいと、私は考えてる。行こうじゃないか、それを実現させよう。負けれで、ここからまず上がってった森エンテスにボール渡して、キックメイト、後ろ向け、あー、怖い、痛い、よっしゃ、痛いで、得、ありがとう。で、森エンテスから、落とそう、こっちに。で、負けれでから、ちょい！いや、めっちゃ見るっすよ。あ、パスがずれちゃった次。どっち上手いの？いや、でも絶対その負けれではできないやろな、みたいな。苦手やろな、っていうところで、何そのシンクロ？びっくりした。多いし、菊丸ペアが。森エンテス、そこがあるからいいよね、やっぱりね。うん、めっちゃ安心した。カンテから。でも、カンテ使おうと思ったら負けれ使っちゃいそう、マジで普通に。レディガーで、あー来る。ナイス、穴。マルディに立って。怖いな、これずれそう。はい、サイド逆で負けれから、スーパス。ワンパ、うまくない今の判定。めちゃくちゃ気持ちいいけど、扉。ここ、やめた！え、自動でパスやめたいの？あ、待って、これ天才エース強すぎる。これが負けれぞ。おい、マジかよ。時代の進化そこまでいっちゃった。最新のアイコニックポイント攻撃キラーがみんな。すごいぜ。まあ、車の自動ストップみたいな感じよ。レキール、アムリカ、取りたい、取りたい、ボール取りたい。できれば、この負けれのなんかそのインターセプトでボール取りたい。どんどん褒め叩いていきたい。レキ、ナイス、お前がやるんかい。さて、キリーの、これいけるやろ、さすがに。中来られて、もう人いっぱいいるからね。残念です。満員です。カンテから来るぜ。ナビル、フェキール。うん、負けれ、いいポジション良くない？パス、いや、うまいぞ、普通にやっぱ。いや、強いって。バフがかかっとるからかな。え？上がってきたけど。いった！ほんまにできた、この攻撃！投げつけ！決定力ある！ほらー！嘘やー！ウィニー・ミレム嘘ついたったぞー！ドリブルもある！決定力もある！パスもうまい！ボールもする！嘘ついたったぞ、負けれれ！じゃあもう、ハエウマビエラじゃん。バイオハザードになっちゃった。負けれるから、頼ます。ここ取れよ。いけるな。お前のパスはいつで見ても綺麗だ。本当にマネです。腕が、腕、衛星。衛星モリエンドです。モリエンドです。無限のその先よっしゃー！いや、これ待ってくれ。3試合連続でこの活躍は確実にみんな完全エアブ。強いよ、ただただ。カンテから、はい、こっちでロナウド、負けで使いたいな。これ使って、ここ、転ばす。うますぎ。撃てー！無限来い、くそ！で、差し込むタイプのパスが全部通るから、てか、オフェンス面がすごいな。ディフェンスはどうなんやろ、結局、見せろ！あれ、やめて、取れた。ディフェンス、あれ、もしかし、弱いな。いや、ちょっと、まあ、最後アピールため、あ、まだ時間ある。負けれれから、スロス、ここ。うめえな、てか、パスうめえ。こっからロナウド、ショーン！はいー、ついに決まったー！いや、強ー！あー、消せれた！負けれれ 30！ 以上！